モンティ・パイソンはイギリスの代表的なコメディグループ。クレアム・チャップマン、ジョン・クリーズ、テリー・イギリアム、エリック・アイドル、テリー・ジョーンズ、マイケル・ペイリンの6人で構成される。明らかにモンティ・パイソンを話題にしている場合、単にパイソンズということもある。年から始まった BBC テレビ番組、空飛ぶモンティ・パイソンで人気を博し、 その後もライブ、映画、アルバム、書籍、舞台劇等で活躍の場を広げ、その爆発的なインパクトはメンバー個人をスターの座に押し上げた。そのスケッチとスケッチの境界線をなくした革新的な構成と完成度の高いスケッチの数々はアメリカのコメディ番組サタデーナイトライブをはじめ様々なジャンルのポップカルチャーに大きな影響を与え、コメディ界における ビートルズと表現された。その不条理なスタイルは、パイターネスクという造語で表され、オックスフォード英語辞書にも収録されている。日本では1976年から、東京12チャンネルで、金曜日の22時台に、空飛ぶモンティ・パイソンの吹き替え版が初放送された。プログラミング言語であるパイソンの名前のもとになった。イングランドに生まれたグレアム・チャップマン、ジョン・クリーズ、 エリックアイドル、マイケル・ペイリン、ウェールズに生まれたテリー・ジョーンズの5人は、幼い頃に放送していた、ラジオコメディ番組、ザ・グーン・ショーの大ファンであった。その徹底したナンセンスさは、5人に衝撃を与え、後のコメディ作りにも大きな影響を及ぼした。ケンブリッジ大学のコメディサークル、フットライツに、同時期に入団していたチャップマンとクリーズ、2人の卒業後に、 フットライツで活動したアイドル、そしてオックスフォード大学のコメディーサークル、オックスフォードレビューで出会ったジョーンズとペーリンは、それぞれ舞台と台本の執筆に取り組みコメディの作り方を学んだ。その時点ですでにメンバーのほとんどは面識があり、テレビ番組、フロストレポートにはギリアム以外のメンバー全員がクレジットされている。パイソンズ結成を決定づけたのは、1967年に、 クリーズとチャップマンが参加していた t v コメディアットラストザ1948章を制作していた時のこと。アイドル、ジョーンズ、ペーリン、アニメーターとしてテリー・ギーリアムが参加していた子供向け t v コメディド o ノット・アジャスというアセットが並行して放送されており、クリーズとチャップマンはその番組のファンになった。当時から有名であったクリーズは BBC から、 新しい番組枠への出演を促されており、他のメンバーに、The Not a d j s というアセットに出演していたペイリンに目をつけた。ペイリンは番組の他のメンバーと参加したいと答えて、6人のメンバーが構成されることとなった。空飛ぶモンティ・パイソン・パイソンズは自分たちの制作する番組についての明確な方向性を見出していた。彼らの一番革新的だった部分は、 当時当たり前のように存在したスケッチのパンチラインを排除してギリアムの切り絵アニメでつなぐことで流れるような効果的な番組構成を作ったことにあった。これによりスケッチ本来の持つ面白さをなくすことなく番組を作り上げることができた。この構成は BBC でスパイク・ミリガンが作ったカルトコメディ番組9号を参考にしている。台本の執筆は 基本的に、クリーズとチャップマン、ジョーンズとペーリンの二組のコンビと一人で書くアイドルで構成されていた。彼らは書き上げたスケッチを制作会議で持ち寄ってお互いに読み合い面白さを判定してスケッチを主捨選択していた。配役も自然に決められていた。そのスケッチの中には差別的なものなど数々の危険な内容も含まれており、 BBC とはたびたびぶつかる結果となった。番組は1969年10月5日から放送が開始された。深夜の放送であるにもかかわらず、番組には特定のファンもつくようになり、空飛ぶモンティ・パイソンは結果的に人気番組になった。番組内で演じられた、死んだオーム、ナジナジ、木こりの歌、バカ歩きショー、スペイン宗教裁判、スパム、 チーズショップなどのスケッチは現在でも広く知られている。しかしジョン・クリーズは第2シリーズの途中から番組の制作に飽きるようになり、第4シリーズにはついに参加しなかった。クリーズはもはや番組が大量生産のソーセージマシンのようになっており、新鮮さが薄れていたと語った。最終的に空飛ぶモンティパイソンは1974年に第4シリーズで終了した。 映画ソロ活動の開始、空飛ぶモンティパイソン第4シリーズに参加しなかった、クリーズはホルティタワーズを制作。俳優としてマイペースに活動し、ヒットした映画、ワンダとダイヤと優しい奴らでは、ペーリンと共演している。ペーリンとジョーンズのコンビは、テレビコメディシリーズ、リッピングヤーを制作した後、ジョーンズは監督、ペーリンは俳優の方へと進んでいった。 ギリアムは映画監督の道へ進み、パイソンの全メンバーが登場するジャバウォッキーで初の単独監督後、バンデット Q、未来世紀ブラジル、バロンなどで監督作の出演者にパイソンメンバーを起用している。アイドルはニール・イネスラとビートルズのパロディバンド・ラトルズを結成するほか、俳優としても活動する。 ポストパイソン作品結成20周年のベストスケッチを集めたテレビスペシャルベストオブモンティパイソンで6人集まったのを最後にチャップマンが死去しパイソンズは解散状態になる。結成30周年のイベント、ライバッとアスペンなどでたまに集まることはあるがまた新しく何かを制作する話は出てきては立ち消えになっていたらしい。ペイリンは 5人だけでも何かはできるかもしれないけれど、グレアムが欠けてるとそれはもう、パイソンズとは言えないんだと語っていた。最近の活動には、2002年に行われた、ジョージ・ハリスンの追悼コンサートである、コンサート・フォー・ジョージへの参加。アイドルが企画し2005年に初演された、ホーリー・グレールを元にしたミュージカル、スパマロット、パイソンズが自賛したスケッチ集。 モンティ・パイソン・パーソナル・ベスト2009年に、テリー・ジョーンズの息子・ビル・ジョーンズが制作した6部構成のドキュメンタリー番組、モンティ・パイソン・オール・モスト・ザ・トゥ・ルース、アイドルが企画し、ロイヤル・アルバート・ホールで公演された40周年、記念のコメディ・オペラ、ノット・ザ・メシアなどがある。2011年6月には、チャップマンの自伝、エーライアー、エス・オート・バイオグラフィー、 ボリューム6が映画化されることが発表された。それは、チャップマンの回想録を元にしたアニメーション映画で、14のアニメ会社がそれぞれ違うスタイルで1パートずつ制作し、それをつなぎ合わせた 3D 作品になる。アイドルを除く4人のメンバーが声優として制作に携わっており、チャップマン自身が生前に録音した肉声も使用される。2012年内に、 イギリスで公開された。また、日本でも、放題を、モンティパイソンある嘘つきの物語、クレアム・チャップマン辞伝として公開された。2012年1月には、ジョーンズの監督する SF コメディ映画、ミラクル・ニールにおいて、再びアイドルを除くパイソンズの面々が集合することが発表され、後2014年2月には、アイドルの参加も決まった。パイソンズは、 素顔の出演ではなく、宇宙人の声を担当した。モンティパイソン復活ライブ。2013年11月19日、モンティパイソンの再結成が正式に発表され、本国イギリスではトップニュースとして報道された。パイソンズは2014年7月1日に、ロンドンの王にーーアリーナで人夜限りのライブを行うことを予定したが、 チケットが2013年11月25日の発売開始後43.5秒で完売し、新たに7月2日から5日までの4公演を追加した。しかしそのチケットもすぐに完売、さらに7月15日から20日までの公演が追加され、最終的に10回公演となった。最終日の様子はイギリス国内450巻、世界1500巻の映画館で中継上映された。 ライブは、モンティー・パイソン・ライブ、ワンダウン、ファイブ・ツー・ゴーと題され、メンバー全員が参加している。ワールドツアーなども検討されたが、メンバーの多忙により断念しており、おそらくこれが、パイソンズ最後のライブとなることをペーリンが明かした。また、ライブに合わせ2014年5月には、ベスト版 CD、モンティー・パイソン・シングスが6曲の新曲を加えて、再発された。 メンバーの関係の変遷、パイソンズには、空飛ぶモンティ・パイソン第2シリーズ以降から仲を深めたメンバー間の亀裂が生まれていた。特に、クリーズとジョーンズはたびたび衝突し、短期なジョーンズは、ある日、クリーズと口論になり、タイプライターをクリーズの頭に投げつけ、大出血させてしまったこともあった。しかし、近年二人の仲は、比較的良好なものになり、互いに、 ツイッターでフォローし合う中にまでなっている。一方アイドルは空飛ぶモンティパイソンの頃から一匹狼として知られ、脚本をほとんど一人で書いていた。一度チャップマンが一緒に書いたことがあるものの、アイドルは自身のアイデアに対する一切の干渉を嫌い大変、やりづらかったとチャップマンの伝記で言及されている。キャロール・クリーブランドも後年、他のメンバーは、 奇作だったがエリックだけは気難しく、仕事がやりづらかったと語っている。このアイドルの性格は解散以降も変わらず、自身が制作に関わったスパマロットではクリーズが神の声役を行っていたが、突然役を降板させ自分が代わりに役を担当したことからクリーズが激怒し、収益を独り占めしようとしているとして、他のメンバーとの関係も急速に冷え込んでいる。 クリーズは3番目の妻との間で取り決められた多額の医者料があり、アイドルはクリーズには医者料を払うだけのギャラを払ったのだからアンフェアではないと反論している。右上から時計回りにエリック・アイドル、テリー・ギリアム、マイケル・ペイリン、ジョン・クリーズ・テリー・ジョーンズテレビシリーズテレビスペシャル。ありがとうございます。